1号艇田中選手です。ここまで1着並べたという成績振り返っていかがでしょうか。そうですね、展開も良かったんですけど足も良かったと思います。ここまでモーターの仕上がり具体的にはいかがでしょうか。伸びも出足も両方結構いいと思います。調整面もここまで問題なくという感じですか。そうですね、初日から何もやってないんですけどもちょうど当てると思います。ここまでスタートはいかがでしょうか。スタートもちょっと遅いのはあったんですけどもそこそこいけてると思います。準優勝戦はイメージ通りという感じでした。そうですね、はい。さあ優勝戦1号艇です。ピット離れも問題ないでしょうか。ピット離れも問題ないです。では最後に期待集めると思います。優勝戦へ向けて一言お願いします。スタート頑張って優勝できるように頑張ります。応援の方お願いします。2号艇上野選手です。ここまでオール3連隊の成績できました。振り返っていかがでしょうか。はい、足は満足してます。具体的にエンジン特徴としてはどんな感じでしょう。最初伸びが良かったんですけど、はい、バランス取ってたら出足がすごいいいです。現在のところは体感十分満足という感じですか。まあ、ちょこちょこずれてるところはあるんですけど、ちょっとチャッテのペラからだったんで、まあ、全部合わせるのは難しいなっては思ってたんで、はい、満足してます。最終日ちょっとコンディションも変わりました。もう一調整という感じでしょうか。え、あ、どうでしょう。あ、一節間やってきたんで、はい、大丈夫だと思います。ここまでスタートいかがでしょうか。ちょっと昨日がちょっと計算がちょっとよくできなくて、はい、遅れたんですけど遅れないスタートをしたいと思います。優勝戦2号艇になります。相手強敵ですけれどもいかがでしょう。いや、ちょっとここまで一投並べられたら、はい、もう優勝するのは和也さんかなと思ってます。でもチャンスはあると思います。最後に優勝戦へ向けて最後に一言お願いします。はい、やれるだけのことはやりたいと思います。3号艇河原選手です。まずはここまでモーターの仕上がりいかがでしょうか。そうですね、出足とたまりはいいと思いますけど、まあ、伸びは水準ぐらいで、まあ、そこまでではないです、はい、出足型という感じですか。どちらかといえばそうですね、はい、優勝戦に向けての調整いかがでしょうか。そうですね、ちょっと昨日は、回転が微妙にずれてたみたいなんで今日はその辺しっかり合わせて、よりいいレースができるように頑張りたいです。ここまでスタート感いかがでしょうか。うん、だいたいカンドリーぐらいはいけてます、はい、ここに来て一定身以上が続いていますがある程度行く気になってという感じですか。そうですね、まあ、早い時もあるんでちょっと用心はしながらなんで、まあ、際どいところまではちょっと攻めれてはないです、はい、優勝戦は3号艇になります。内側も強力ですけれどもいかがでしょうか。そうですね、まあ、なかなかそんなスタートでへこんでくれることはないでしょうから、まあ、展開をうまくつけるかどうかっていうのは、まあ、足をしっかり調整できるかどうかにかかってくるかなと思います。では最後優勝戦向けてお願いします。はい、なかなか、まあ、3号艇もあんまり上手じゃないんですけども、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇は赤石選手です。成績としては大崩れなくまとめてきましたがここまで振り返っていかがでしょうか。そうですね、エンジンの終わりには、割と仕上がったと思います。数字よりも体感としてはいい感じですか。悪くないと思います。具体的には特徴などどうでしょう。そうですね、出足型だと思いますけど、行き足がいいんで伸びも悪くないと思います。今日多少コンディション変わってきました。調整いかがでしょうか。そうですね、乗り心地だけを求めて、調整していきたいと思います。ここまでスタートゼロ台も目立っていますがいかがでしょうか。そうですね、ちょっと行き過ぎのところもあるんでちょっと反省しながら、全速で10ぐらい目指していきたいと思います。さあ優勝戦4号艇になります。進めるにはいい位置だと思いますがいかがでしょうか。そうですね、展開つける足はあると思うんで、精一杯頑張りたいと思います。では最後一言お願いします。3連単絡めるように精一杯頑張りますんで、温かい声援よろしくお願いします。5号艇真田選手です。数字的には中堅クラスのモーターですけれどもここまでの仕上がりいかがでしょうか。そうですね、足はやっぱ中堅ぐらいですね。序盤から比べて何か変わってきた部分などはありますか。いや、ずっと現状維持みたいな感じですね。今日は少しコンディション変わってきました。調整の方いかがでしょうか。まあ、ちょっとやってみて試運転するぐらいですね。ある程度は上積み欲しい感じですか。そうですね。ここまでスタートいかがでしょうか。まあ、スタートは
間とはあまり差はないですね。大体一定身ぐらい、そうですね、という感じで、はい、優勝戦5号艇になります。どんなレースイメージしていますか。まあ一定身ぐらいのスタートい行って展開つけたらいいなと思います。では最後優勝戦向けてお願いします。優勝戦頑張ります。6号艇佐藤選手です。まずは昨日の準優勝戦振り返っていかがでしたか。あ、もうラッキーでした。昨日はチルト2度でもだいぶ引き波を超える感じでしたが、そのあたりはいかがでしたか。いや、跳ねても意外と出足もしっかりしてるんで、別に2度やから乗りづらいってことはないです。その2度で伸びとしてはどうでしょう。満足いく感じですか。もうちょっとパンチ欲しいですね。今日の優勝戦もチルト2度考えてますか。まあいろいろ考えてます。ここまでスタートはいかがでしょう。もうある程度いけてると思います。さあ優勝戦6号艇です。3回目の輸出、手応えとしてはいかがでしょう。まあ今までの輸出した中で一番いいエンジンやと思うんで、チャンスあると思います。では初優勝へ向けて最後に一言お願いします。優勝を目指して頑張ります。応援お願いします。